時刻は午後6、2時を回りました。皆さんこんにちは。廃材協会デービルの時間です。今日はパーソナリティの新垣さんのピンチヒッターをクリュウ緑が務めさせていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いします。今日は、なかなか出てもらえないものすごい上等のゲストをお招きすることができました。うるま市にあります教会、キリスト教会でグレイスアジアインターナショナルチャーチの仲間直美先生を、お呼びすることができました。直美先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、直美先生はこう今ちょっと多分ね、YouTube で見ていただいてる人は分かるかもしれませんが、中身も外見もすごいかっこいいんですよね。女性なんですけど、まるで私は、ね、女ターザンとずっと思っておりまして中身も女ターザンなことが後で分かっていただけると思います。で私が今まで直美先生を本当に遠くから憧れながら見せていただいた、限りにおける直美先生のご紹介をまずさせていただきます。ですね、先生はやっぱりうるま市の特にうるま市の地域の周りに住まれる本当に、困窮家庭のために心を砕かれて、で5年間に今渡りまして57名ぐらいの方々に食事が満足に取れない方々、もう子どもだけじゃなくってお母さんもお父さんも家族合わせて57名前後の方に、毎週毎週お弁当をみんなで作って、直美先生のお仲間の方とお弁当作って、そして子ども食堂にいらっしゃいというんじゃなくて配達し続けておられるというその長い、活動をなさっています。すごいなかなかできることじゃないと思います。それを本当に地道になさっています。また、2011年に起こりました東北大震災の後の本当に向こうにもお知り合いの教会とか仲間の方がいらっしゃったことからかもしれませんが、本当に何度も東北に足を踏み入れられて仲間と一緒にその本当に献身的な支援をされていらっしゃいました。いらっしゃいます。今もされています。そして熊本の災害の支援にも、もう災害が起こったらすぐに駆けつけて本当に活動、支援活動、義援活動というか されておられます。そして、ちょっと前なんですけれども、私、なんかすごい素敵な取り組みだなと思って覚えていたんですけど、シューズボックスっていう取り組みがあるんですけれども、これも多分日本では一番直美先生が、積極的に関わられていたと思うんですけれども、このことについてもちょっと後でゆっくり教えていただきたいと思います。そして、この、57名前後の方の困窮家庭だけではなくて、本当に食事は取れるけど今度は心がとても貧しい、心が傷ついている、折れてしまっている、本当に明日から歩んでいける心の体力がない、そんな10代からもっと20代30代の人たちを本当に働きかけて祈って寄り添って、そして助けて励まして、で社会にまた構成させて送り出すという、本当にそれが一番尊い、一番というか大きな働きだと思うんですが、それもなさっています。本当にこの友達、直美先生に紹介していただいた今のお友達なんですけど、彼女が、直美先生のことを、付け加わることあるって私がこの番組に先駆けて聞きましたら、本当に子供のように共に遊んで彼らの心を開くのがとっても上手ですということを加えてくださいと言われましたので、ご紹介したいと思います。そんな感じです。もっともっとたくさんあるんですけど、だいたいこんな感じの私の理解ではあります。でこの今のご紹介してさせていただいた中のまずシューズボックスについて、これはどんな取り組みだったのか教えていただいてよろしいでしょうか。はい、東北の方で、この震災の時に私たちはサマリタンスパースっていうアメリカの NGO の団体の中で働いていたんですね。倒壊した家の修繕とかですね、それから地域のいろんな問題に対して取り組んでました。でそのサマリタンスパースが持ってる、団体が持ってる一つの取り組みだったんですね。でそれは、靴を買う時に箱がありますよね。でその箱の空き箱を使っていろんなプレゼントを入れていくわけですね。例えば文具用品だったり、それから衛生用品だったり、それからカバンだったり、ちょっとした服だったりとかですね。でそれを、クリスマス用にプレゼントして、で日本で集めて、それから日本の場合はフィリピンの方に
うん、送ってましたね。フィリピンが担当みたいな感じですね。担当ですね、うん、あ、全世界に送られてますけど、うん、ただこそれを受け取る子たちは、うん、一生に一度のプレゼントなので、うん、なぜならそれぐらいそういう貧困の、この子どもたちが届かないぐらい多すぎるっていうことですね。ですから、うん、もう1回しか届かないんですね、うん、その一人の子には。でそれを届けてまして、うんうん、ですごく重要だったのが、この東北の津波があった震災その場所からスタートしたっていうことがですね、例えば支援を受けて5年ぐらい経って、はい、で、ここからって、うん、もうただでもないのに、うん、どういうふうにして送るんですか、うん、と思ったんですけど、うんうん、やっぱりこの聖書の教えで、はい、受けるよりも与える方が幸いであるということで、でそれでちょうどもう支援が終わる頃に、うん、やっぱりいろんななかなか進まない問題で難しい状況だったんですね、うん、でその頃に、うん、そういう最貧しい、そして親もいない、それからもう本当に行き場もない人たちに、うん、こちらから送りましょうということ で東北の宮城県、そこからスタート、被災を受けたところの人たちが、はい、もう津波があったところですね、はいはいはい、そこからスタートして約5年ぐらい日本でそれを続けられていました。へ、うん、素敵ですね。そうですね、そのでも送る人たち、そ、はい、要は与える人たちの心というか、そういうこう何ていうのかな、精神的なこととかその生き方とかにもすごくですね、うん、私もよく一緒にいろんなことを集めましたけど、はい、彼らが言っていたのはもう本当にこの約5年経った頃でしたから、うん、5年間ずっと受けてきて、ですごく日本全国また海外の人たちの、うん、からのすごく思いっていうのを受けてきたって、うんうん、でもどこかでずっと受けてるっていうことに肩身の狭いっていうか、はい、でまた肩身の狭い思いと、うん、なかなか復興が前に進まないっていう時に、そのことは、そこにいる被災者の方々にとってですね、うん、すごくなんか輝きのようになってました。なるほどね、光になるんですね。そうですから、うん、受ける側から与える側へってこう変換の、そうそうです、ね、輝きですね、うんうん、すごく、うん、学校とかですね、うん、地域の、団体とかですね、うん、すごく一生懸命一緒に取り組んでくださいました。うん、素敵な話です。それは、ということは2016年から、そうですね、5年目だから2016年から取り組まれて、はい、去年までそれをしてました。これはじゃあそのフィリピンの子たちが例えば何だろう、鉛筆とかなんかこうおもちゃとかお洋服とかそんなものをもらって、そうですね、うん、でそのもらった子たちからのなんか、なんていうのかな、お手紙とかそんなのはあったりするんですか。もうでも、お手紙をつけてそれを送られる方もいるんですよ、うん、送った方の写真とか家族の写真とか、うん、はいはいはい、そうしたら、うん、その返事が戻ってくることがあります。大体、うん、は匿名の方からのプレゼントってことで向こうで受け取る、はい、そうです、うん、そうです。なんかすごいね、そんな取り組みなんかね、普通にこう暮らしてたらそんな情報とか私たちは受けることできないんですけど、直美先生すごいネットワークですからね、世界中にお友達がいて、うん、ね、台湾にもそういえば行かれましたよね。そうですね、うん、で例えば私たちにとっては鉛筆とかですね、うん、まあ、すごくちっちゃくて小さなことなんですけど、はいはい、まあ、何でもどうでもいいような感じのことなんですけど、うん、一度パキスタンの方に行きまして、はいはい、でそこの村の学校があったわけですね、うんうん、でそこでは3歳から中学生までいましたけど、はい、個人の鉛筆っていうのを持ってなかったんですよ。彼らはだいたい家族が8人から10人、10人ぐらいで、うんうん、日本円にすれば450円、日本円にすればですよ、うんうん、それが1ヶ月の生活になるんですね、だからもう物を持つっていうのが本当に難しくて、で自分たちで作る野菜や家畜を通して受けるものだけで生きてたんですね。でその子たちの学校に行った時にですね、一つの机にですね8人ぐらい座ってるわけですよ、でそれの何列ぐらい、うんうん、でその一列ずつに一本ずつの鉛筆が配られるわけですね。一列に、はい、8人に1本、最初の子がまず鉛筆を使ってます、うん、でそしたら、うん、その次の子次の子次の子っていうのは鉛筆がないので、うん、一生懸命指で練習してるわけですよ、その子が終わるまで、うん、
でその子が終わったら次に回ってくる、次に回ってくるって。であと鉛筆がないのでみんな指で練習してですね、うん、でこの小さい子供たち約幼稚園児ぐらいだったんですけど、うん、90分授業でしたね。あの必死に学ぼうとする姿勢、90分長いですよね。もうそういうのに時間がかかりますので、うんうん、でも、うん、必死に学ぼうとしてた子どもたちにすごく感動を覚えてます。だから日本では、うん、もうどうでもいいことのように見えますけど、でもそういう国ではそれはすごく特別なことっていうことを分かるときに、やっぱり病んでしまった人の心、うん、また歪んでしまった人の心が取り戻せるんですよ。だから日本の若い子たちが必要なのはそれかもしれません、うん、そういうとこじゃ連れて行かれたりしたんでしょうね。よくありました、よくありました。で当たり前のことでもなくて、うん、強制されてやってることでもなくて、うん、させられてることでもなくて、うん、特別なんだっていう、あの小学校、うん、中学校、高校、大学まで行けるっていうことがですね、うん、それはもう普通ではない、うん、そうすると麻痺してるんですもんね、普段はね。 その当たり前と思いすぎて、だから日本の子たちにはそれが必要かなって、うん、そしたら自分が持ってるものを分けることによって、うん、自分の存在の意味っていうんですか、うんうん、自分が分けたことによって誰、このどこかの国の子どもが何らか、うん、希望を持てて、うん、やるぞって、もう本当に何もないんですけど言うんですよ彼らは、うん、何にもないけど自分は病院、あの医者になりたいとかパイロットになりたいとかですね、うんうん、あれ本気ですよ、うんうん、本気、ね、でも、うん、できる状況ではないのに、うん、でも本気なんですよ、うん、でも彼らの方がすごく命に満ちてるなと思いました、うん、そのパワーから日本人の子が影響されるっていうんですか、うんうん、そういうことありました、ね、大事ですね、そんな交流、ね、あの機会って、うん、そうです ね私もなんかその、与えるよりも受けるよりも与える方が、うん、あの幸いですね。最近それまでは全然感じなかったんですけれども、うん、やっぱりあげるのケチだからあげたくなかったんですけども、先生にね出会ってからなんか、あ、与えることって幸いなんだっていうなんかね、ちょっとあの分かる、うん、ことがありました、うん、それはおいおいにお伝えしたいと思います。でこれがシューズボックスに関してなんですけれども、はい、ですね、先生に私はあの個人的にお伺いしたかったことは、あのフェイスブックでつながってて、で先生のフェイスブックの写真の中でよくね海とか山とか、ね、なんかキーワードにハブとかね、ヤシガニとかね、なんかね、ね、缶詰とかね、なんかご飯とか、ね、あの出てくるんですね。でよくよくこう読ませていただくと、なんかこの直美先生こんなこう、ね、ターザンみたいなかっこいいんですけれども、でもあの聞くところによると、も聞くところによるとじゃないけど、あの普通の奥様ですね、はい、奥様でお子さんもいらっしゃって、はい、お嬢さんが結婚もされて、はい、だからその結婚する娘の母でもあり、もちろん旦那様もいらっしゃって、はい、もちろんお家もあって寝るところもあるにもかかわらず何日もなんか海で寝てたりとかされるでしょ、はい、あれは何だったんですか、何なんですか、ね、あのですね私にとってはもうごく自然なんですけど、はい、すごく命を感じるっていうんですか、うんうん、いつも人混みの中にいるもんですから、はい、人と関わってているもんですから、うんうん、そういうところから離れて自然の中に行くときに自分もなんか生き物の一部なんだなっていうのがすごく感じられるんですよあの人間っていうよりも生き物の一部の、そうするとなんかその自然の中に自分もこの一部としているときにですね、うん、なんか生きる流れって意外とまあ、一般で言うと一番人間関係が大きな問題だっていうじゃないですか、うん、はいはい、でもそういう中でいると、うんうん、いやそうではないだろうなと思えるんですよでそれで何日か、例えば3日4日5日とかですね、うん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 、離島とかに行きましてですね、でも一人で行かれるんですよ、一人で行くこともあります誰かと行くこともありますけど、うん、その時にはお風呂も入りませんよ、このいる間、うん、要するに、うん、海に入ることがもう体を洗うこと、うん、あ体を洗って、はい、で、はい、そこで取れるものによって食べたりとかですね、うん、魚釣りとかもお得意なんですよね、森で得意まででは行かないんですけど、うん、釣れるんですね、まあその時期にもよりますけど、全部は中学生の子たちとか連れて行って、うんうん、
この子たちは森を持って、うん、もうめっちゃ喜びそう。うちも息子が小さい時に沖縄来てね、直美先生に預けなかったとか思いましたよ、もう。だから、うん、ですからそういうふうにして取、はい、ると、はい、あの食べるものがすごく貴重っていうんですか、うんうん、あのすごく、うん、20名近くで行った時があったんですよ、うんうんうん、とても多くて、うんうん、もうちょっとだったかな、うんうん、そしたらやっぱりそんなスムーズには取れませんので、うんうん、で取れたものをみんなで分けるってなるとどれだけ少しか入ってこないか、はい、お魚1匹だったらね、その1切れずつとかになりますよね。そう、うん、でもその時 の、うん、ルールは、うん、もう食べるもの、取れるものだけで、うん、だからそうじゃなかったらもう食べるものがないっていうことですね。あ、じゃあコンビニで買ってくるのはなしみたいな感じなんですね。なし、そしたらもうお腹が、うん、お腹が空いたじゃなくてひもじいっていうんですか、もう空いたを通り越して、うんうん、だからもうご飯を作っておにぎりをやって、このおにぎりを3人ぐらいで分けないといけなかったんですね、うん、あんまりにもお腹が空いてるので一人の子は食べちゃったんですよ、うん、あと二人の子はもう揉めて、え、食べたの、ね、お前みたいな。それはもうとっても大変なこと、大きなこと。でまた砂の上に落としてしまって、うん、もうこれでもダメじゃないですか、うん、もう慌てて取って、うんうん、砂をパッパッてある程度落としても食べちゃってましたよ、ジャリジャリみたいな感じ。そう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 あ、じゃあお米だけ持って行って、あとはもう向こうで調達みたいな。そうですね、なんかそういう、うんうん、臭い関係っていうんですか、うん、もうみんな汗もかいて、うん、風呂も入ってないので、うん、お互い臭いし、格好つけられないんですよ。あ、もう、ね、格好つけられないので、女性が入ってたらもうすっぴんでね、ノーメイクですよね。もうそしたらもう本当に、うん、なんていうのかな、人と人の間にあった壁が取れるっていうんですか、もうひもじい時にはひもじい、汚い時には汚い、みんな臭い、うん、みんな臭いですねだからそういう中で格好つけてるものが、うん、あんまり意味がないっていうんですか、そうすると人と人の関係が近くなるんですよ、うんうん、幸せですね、直美先生に関わってるのその関係がですって、なんていうの、ね、ご縁があって近くに行けた人っていうのはね、うるま市に限ってるかもしれない。よく言われてます、うん、ね、直美先生は絶対うつ病にならないよ、ね、私もそう、あなたの周りの人がうつ病になるってそういうこと言われてます。そんな人もいるんですか。なんいや、うつ病にならないと思いますけどね、そういうの仲間入れてもらったらね、よっぽどこの人とくの嫌な人とキャンプに行って野宿するの、うん、とかね、お風呂終わったらない、うん、まあ水にね入ったらね綺麗になりますもんね、海に入ってベタベタはしますけど ね、 そうですね、ベタベタも気にならなくなるんですか、ね、ですかもう4日とか3日、うん、4日過ぎますと、うん、もうまず髪はカピカピになってるんですよ、うんうんうん、塩水と汗で、はい、うん、だからもう動かない、風が来ても動かないですねで戻ってきてシャワー入りますと、うんうん、はいはい、もう頭の中からいろいろ出てきますよ、要するに砂だったり、うん、海藻だったり、うん、いろんなのがボロボロ出てくるんですよでその時にあ、ちゃんと生きてるんだなって怪人ですね、もうなんか ありがとうございます。でなんかその、ね、その話でちょっと思い出したんですけれどもね、この間フェイスブックでね、直美先生が、まあね、本当今申し上げたように本当にちゃんとした、ね、ご家庭の奥様なんですけど、お洋服ね、なんかこうたくさん多分お持ちだったと思うけど、それがあげたとかで多分なくなって、今最小限のお洋服で回しておられる矢先に、あのコインランドリーに、まあ、なんか1週間分のお洋服をね入れて、それで回してたで、ちょっと出かけてたらそれ全部盗まれてしまった、どうしようみたいなのが別のがあって、ね、服がないとかって、いやお家にあるでしょとかって思ったんだけどないとかって でどうされたのかなと思ってたら、後で聞いたら、あの直美先生の周りにいる中学生とかね、高校生とかが、直美先生服なくてかわいそうだから、これなんか自分の部活で使ってたジャージだけどもう使わないからどうぞ、だからなんかアディダスのかっこいいねお洋服着てるなと思ったら、ね、中に金城とかね、なんかね、ヒガとかね、なんか刺繍が入ってやったりするの、あれすごい面白かったんですけどまあ今着てる服もそうです。え、そうなんですか。着てるのもそうなんですね。バスケットボールって書いてある。そう、だもう部活やってる子たちが部活終わったとか、うんうんうん、でそれでまあ活動の方が多いので、うんうん、いつも動きやすいようにしてるんですね、うんうんうん、で
まあ本当にこの人は女なのかなと思うぐらいすごいズボラなんですよ。で洗濯を、うん、もう明日から着るのがないよっていう時に洗濯するんですね、うん、約1週間分でそれで、ね、その洗濯してすぐ翌日にその洗濯したのを 着る、うん、着るじゃないですか、うんうん、究極なかったら洗濯したものをそのまま着るわけですよ、はい、要するにこういうジャージみたいな、はい、そしたら、うん、あのもう着てるうちに乾くっていうんですか。ああ乾かさずにってこと。乾かさずに乾かさずにそのまま着てると、まあ、絶対風邪ひいたりせんのでしょう ね、 ね、あんまりしないです ね、 ね、あんまりしないです。ですから意外と周りの子たちが、うん、あの周りの子たちにお世話されてること多いですよすごいもう天真爛漫というかもうね、でも子どもたちも直美先生大好きなのすごいわかります。前にねコザのね、あの子ども食堂のコザというかあの沖縄市の方でね子ども食堂も担当されてた、ね、あのしていただいたんですけれども、でも子どもたち一番人気直美先生でも一緒になって遊ぶ本気で一緒になって遊ぶからもう直美先生大好きとかってあのいろんな証言が集まっておりますけれども、もう本当に、まあ、それとお洋服のことと、あともうちょっと 何を聞こうと思ったのか。そうそう、やっぱこの、5年間、はい、あの57名の方に困窮家庭にお弁当配達し続ける、今あの子ども食堂はねもうだいぶあの沖縄の中でも増えてきましたよね、うん、だからでもそれはやっぱりあのご飯食べに来てねっていう、ね、はい、学校が終わったら来てね、まあ、宿題もやって、まあ、うちもそれちょっと今させてもらってるんですけど、うちの教会でも、うん、あので、まあ、ちょっと遊んでもいいけどでご飯必要な人はご飯食べようねみたいな取り組みなんですけど、配達するってもうすごい大変じゃないですか、はい、家をまず知らなくちゃいけないし、はい、あの車が必要だし、はい、人が必要だし、それまずあの配達に切り替えたというか最初からどのようにされたのか分からないんですけども、そのようになった経緯とかって教えていただけますか。あの私たちの支援は、うんうん、子どもだけじゃなくて家族、はい、あのまあ片親世代ならお父さんお母さんですね、うんうん、またおじいちゃんおばあちゃん、はい、でやっぱり家族っていうのはすごく大きな影響があるなと思うんですね、うん、やっぱり家庭環境にあって、うん、いろんな状況が生まれてくるっていうんですか、はい、で子どもたちが来てそこで過ごすこともとてもいいですし、うん、ただその子たちはまた家に帰っていく、うん、でその家庭の中の環境っていうんですか、うん、で受けますよね影響ね。そうですね、うん、でその中でやっぱりこの兄弟やそれからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと関わりがあると、うん、すごくあのなんていうのかな、家庭の中に取り込みやすいっていうんですか、うん、取り込みやすい、うん、で特にうるま市って子どもの数が多いんですよ、うん、もう5名は基準、5名っていうのは多いとは思えない。普通なんですね。まあまあ普通に5名ですって基準なんですね、うんうん、で多くて、8名9名、うん、で今まで一番多かったのが12名ですね。やっぱりこの家族の形態っていうのが大きくありまして、うん、でもやっぱり家族の中にある問題っていうのはすごく抱えてることがありまして、でもその中でやっぱりそこに向き合うことによって、うんうん、あの福音の種を本当にまくことができるなと思ったんです。でまあ、幸いそのうるま市っていうのは地域性もあるんですけど、うん、あの日本って恥文化で家の中にある、はい、あのみっともないことは出したくないじゃないですか、うんうんうん、隠しますね。それが逆で、うんうん、私たちこんな問題抱えてるんですとか、うん、今こういうことしてるんですとかね、うん、意外と話してくださるんですよ。ですからそういうことにあの関わりながら、はい、でまた子どもたち、うん、子どもたちとあの家族で関わりながら、うんうん、そうすることはやっぱり一番あの家に行く方が一番いいです。もういろんな問題ありますけど、うん、例えば、うん、育児放棄の問題ですね、はい、でそれは学校でも取り上げられるわけですよ、うん、要するにあこの子どもたちはきっと世話されてないなっていうのが、でそうするとやっぱりこの子たちが来て帰る家の方に、うん、問題がありますので、フォーカス当てるんですね。で、うん、その家に毎週毎回毎回届けに行ってですね、うん、ある家庭は、うん、もう3ヶ月ぐらいになりますかね、うん、あの全く応答するのは難しかったんですね。お母さんの方がやっぱりそういう精神的なプレッシャーを持ってるので、うん、人と会うことはできない、うんうん、でもちろん家のことも、うん、それから育児もできない。でも子供は多いんですね、うん、子供は多くて、でも毎回毎回あの声かけしたり、うん、あの顔を見せたり、それの小さなことの
積み重ね積み重ねで応答することができるようになって、うん、でこの間初めてここの子たちがですね、うん、顔を見て目を見て笑ったんですよ。初めてです。もう本当に目を合わすことがなかった。であんまり言葉も話さない言葉も話さないって感じですね、うん、もうこれを見ただけでああって本当にこの子たちと出会ってよかった、このお母さんと出会ってよかった、うん、お母さん自体も罪悪感を感じてるわけですね、うん、自分も苦しいけどこの子たちを世話してないっていう罪悪感を感じてるので、うん、社会と全部セットすなんていうんですか壁を作るわけですよ、うん、でもそのお母さんも心開かれた時にですねすごくそれは、うんなんていうんですかね関係をつないでいく扉っていうんですか、うんうん、ですから鍵ですね。そう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 、うんうん、ですから家に届けるっていうのは意外と大きな鍵になってます、ね、はい、いらっしゃ待ってていらっしゃるというよりもそのアウトリーチですね要はね。そうですね、うん、いやなんか来る人ねなかなか足がない人が多いから大変だからこのねこちらで人をね集めて呼びかけて協力をお願いして届けているのかなって思ってたんですけどその奥があったんですね。もっともっと深い意味があったんですね。それもあります。自分で来れない方々もいますので、広いですもんねうるま市ってね。そうですね車を持ってないとか、うん、また子どもたちがいっぱいいてみんなを連れて、うん、出られない、はい、出られないとか、まあ、お母さん自体が、うんうん精神的なそういう問題も持っているので、うん、もちろんおのずと体、うん、体の状況がそういう普通の人のように動けないっていうんですか、うん、うつみたいな感じに、はい、この間先生からちらっとお伺いしたのが今ね、今度協力しているスタッフというかボランティアスタッフの中にもなんていうのかな先生と関わり始めて心開いて光の中を歩み始めて変えられた人っていうのもいらっしゃるんですよね、はい、もうそれはとても大きいです、うん、やっぱり信頼関係ってとても大きいですので、うん、で以前はもうその人たちももう本当に家庭が崩壊するんじゃないかっていうぐらいの状況に陥ってまして、うんうん、でも本当にそういう関係を地道に地道につないでいってですね、うん、やっぱ心の方が満たされると、うん、あ前に向かっていけるんじゃないかっていう希望が見えてくるんですよ。でそれから少しずつ少しずつ、うん、進みまして仕事を持つようになってちゃんとした収入が入るようになって、うん、で今はその方たちが助けてくださってます。あすごいハレルヤ。その方たちの、うん、なんていうんですかねサポートが周りの人たちに希望になるっていうんですか、うんうん、はいはい、でその方たちが大丈夫よ、うん、説得力ありますよね。あります。めっちゃありますよね。もう自分がそうだったから、うんうんうん、大丈夫よ必ず乗り越えられるよってね、うんうん、もうそれが一番励ましの言葉、うん、嬉しい。でその人たちのまたそういう乗り越えた姿ですね、うんうん、もうね生きた証というかね。そうですね、ですよね、うん、ありがとうございます。すごい素晴らしい活動です。もうなんかもうこのことだけでももっともっと聞きたい気がします。でですね、で先生がこの間前に聞いたのが教会をね今まではうるま市の市役所の近くのすごいこう、うん、私も何度かトーマスさんに、はい、お招きいただいてなんか正解みたいな、はい、勉強会を行っていただいて行ったことあるんですけど、はい、カフェおしゃれなカフェをね、はい、なんかワンフロア借り切って本当にこの本当にカフェだったところだと思うんですけど、はい、そこ教会だったんですけどそこから引っ越しされたんですよね。そうですね。でなんか与えられて、はい、そのなんか教会のちょっと場所とかそうどういう経緯で今そうなってるかとか、はい、あと教会案内うるま市の方になると思いますけれども、はい、ご案内していただけたらと思います。はい、グレイスアジアインターナショナルチャーチはうるま市のアゲナにあります。で開拓で始まって16年目なんですね。で去年今までいた場所をですね、うん、もう契約が切れるので出ないといけなかったんですね。実は契約が切れて
もう4年経ってたわけですよ。そうなんです。もうすみません、探せないのでお願いしますって頼み込んで2年、また探せないので頼み込んで2年ですね、見つからなかったので。そんな事情だったんですか。もう4年も超えて、これ以上はもう頼めないなという、でやっぱり家主さんの方も、あのこの建物を建て替えたいというのがありますので、でそれで1月の後半ですね、2月いっぱいで契約が終わりなんですよ。で1月の後半に決まってなくて、まだ見つかってなくて、うわーか、もう神様、これは、まあ、あのいろいろ探したんですね、不動産屋もあったりまして、でもそれが開かれなくてですね、神様、これは来月でもう契約切れなので、あのもう神様の導きの通りにしてくださいって、教会は神様がいるところですから、神様が、導く場所、そして神様がすることをなさってくださいってなりまして、もう明け渡したんですね。そう、でそれで見つからなかったら、もう青空教会でいいかなって、建物なくてもいいかなできそうできそう、そう、ね、でそれでもう、なんかあれはしなかったんですよ。はたはたはしなかった、慌てふためきはしなかったんで、なかったらなかったで、それにも導きがあるだろうってね。そしたら2月の、2月に入って2月10日ぐらいですかね、突然にこのある方との出会いがありまして、でその方は自分の家を貸すんだって、で貸すので、この借り手の人に家賃を決めていただきたいということですね。これはどういうことですかって言ったら、まずその家を見せてもらったら、もう昭和40年サザエさんの世代ぐらいの家で、もう廃墟で、もう床 もう落ちて、で天井も取れて、これをどう使うんだろうと思ったんですね。でその家主さんも言ってたんですね、私もこれは何か一か八かじゃないけど、何かそうしないといけないと思った、でそれで家族にも、この家を貸すよったらみんなに笑われたそうです、この家が何になるってね。でそれで、実は私たちはこういうことをしてますって言ったら、ぜひあなたたちに借りてほしいって、で不動産通さないでそのまま、あの家主さんとも交渉だったんですね、契約書を交わしまして、で私たちの前に、4か所ぐらい申し出てたんですけど、それを超えて私たちに決まったわけですよ、もう30分で、30分で、って4年、即決、4年間探してもなかったのに30分で、だから神様の時って、だから教会はあっという間ですよね、神様、神様がいるっていうことを証明するのが神様が証明する、でそれで、それから追いかけられるように、もう修理しないといけないけど、まあ、工事中の間に引っ越しました。もう期限が終わりますので、工事してる中での、じゃあここだけちょっと片付けて荷物ガッと入れてみたいな感じで、ね、はい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 、はい、まだセメント張ってってあんな感じのですね、だから床も、土間かなと思ったんだけど土だったんですよそれぐらいすごいところそれをまた最初から土間を張り直しからやりましてですね、でもすごくやっぱり、神様の時と神様の方法、だからやっぱり人は神様の前に自分を低くして手放すこと、何もありません、私たちは何もありませんってひれ伏すこと、こうしたい、こうやるべきだ、こういうふうにって言ってるのも全部手放した時に神様の方法が開かれるっていうんですか、ですからこっちの方が追いかけられました、もう本当に苦しみと恵みを持ってあなたを追ってくるでしょう、 材料もないのにもう工事を始めないといけないんですね、で明日する工事のために、今日の夕方、慌ててベニヤ板を買いに行ったりとかですね、これ毎日でした泥縄みたいな感じですねすごい。でもこの間私もね、ものをちょっとね、ほらいろいろガレージセールみたいにしていただいたから、取りに行った時に綺麗なとこ、とっても綺麗な建物に思いましたけどね、上等のなんか、そうですね、鉄筋でね、もう本当に、皆さんが協力してくださって、建物を修繕したりペンキを塗ってくださったりですね、そういう風にして、してくださって出来上がってる状況です、アゲナ、アゲナのバス、旧アゲ、旧アゲナバス停の前です、バス停の前です、本当にね、で直美先生ってまたちょっとこの紹介が長くなってごめんなさいね、もう一つ聞きたかったんですけど、
あのおえサンドイッチとかね、はい、あのなんかこうその畑でできたフルーツとかなんかこの沖縄の野菜みたいなのを使ってすっごいおしゃれな本当にあのアメリカンビレッジで売ってるようなサンドイッチを朝ごはん作っていらっしゃるじゃないですか。あれはあのであとはなんかこの名前忘れましたけど、直美先生のチームがどっかのお家に行ってケータリーあのお料理するのかな、それとも お招きして一食いくらで、はい、あの食事を準備してその、あの払ってもらったお金でまた、人を助けるみたいなことなさっていますよ ね、 そうですね、うん、なんていう名前の取り組みですか。そうですね、うん、その食についてやっぱり、はい、あのちょっと目を向けていかないな、はい、といけないなっていうのがありまして、うん、私たちはやっぱりこの最終的には食の問題になると思うんですよ、はい、でそれで、まあ、スーパーに行ってあの買うことができて、うん、でその簡単にそれが手に入れられる状況でしたらいいんですけど、うん、今の時代っていうのはもう分かりませんので、はい、だからそこで、うん、あのサバイバルが役に立つんですよ。もう本当にそれが手に入れられる状況がいつまであるか分かりませんので、うんはい、自ら生み出していくっていうんですか、うん、自ら生み出して、うん、でそれをまた食べていただく人がすごくなんていうんですか、うわーなんか美味しいのを食べただけじゃなくて、うん、心も豊かになるような、うんうん、そういうことを意識してですね、はい、でそしてそれがまたさらに生活困っている人たちのためのサポートになればいいなと思いました、うんうんうん、なので、なんかなんていう例えば直美レストランに、まあ、私たちとかね5人でご飯ちょっとね、はい、素敵なご飯食べたいけど、ね、先生にオーダーしたら予約させていただけたりするんですか。あの予約制ですね。予約制で予約をいただけたら、はいはいはい、時間のとの約束とか、はい、それができましたら、はいはい、で予算を言って、はい、飲み物持ち込みとかそんな感じですか。全部まとめてあの全部やりますね。準備していただけて、はい、うわすごい。でそれはもう今の作ってる明田の教会でそうですねいただけるんですね。はい、はい、いやちょっといいこと聞きました。皆さんこれで先生の連絡先もまた後でね、はい、ご紹介していただきますので、楽しみにしてください。ですね、紹介をちょっと伸ばしてしまいましたけれども、このあたりで CM とそれから歌をお願いします。歌からいきます。あ、はい、どっちでも。歌いきて CM いきますね。これもう入りませんね。あ、ツイキャスには入ってるんですが、マイクには入ってないです。うんうん、いやそう、前になんかちらっとフェイスブックで見て、いや、美味しそうやしと思って、しかも何か誰かの助けになるんだったらね、自分たちが食事するのが、最高じゃないですか。3000円とかから大丈夫？いくらぐらい？その内容にもよりますけど、うん、まあ、ドリンク、全部、料理、ドリンク、デザートまで込めて、1500円以内ではできると思います。そうなんだね、それ安すぎて申し訳ない。安すぎて申し訳ない。で、晩ご飯とかでしょ。そうですね、とか知事に転じて。そうですね。何人からですか。なるべくは5人、4人ですね。4人以上から、はい、以上ね。わかりました。それちょっと PR 最後に持って。で、電話番号とか、どういうふうに連絡したらいいか、まだ後で教えてください。はい、わかりました。最後のもうメッセージが終わった時に、はい、うん、今日は直美先生ありがとうございました。改めて、グレースワーシップインターナショナルチャーチの連絡先、先ほどの、ね、はい、食事のオーダーの件も含めてご連絡くださいっていうふうに、はい、で最後のエンディングは主の癒し受け取ろうというのがあります。これ機内モードにしてた方がいいと思うんだけど、電話がかかってくるかもしれないから、ちょっとやりましょうか。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、お願いします。はい、主の癒し受け取ろうと受け取ろう、はい、もうこちらからおかけしても大丈夫ですか。はい、はいはい、大丈夫です。みどりさん、あと、うん、今曲を終
わって CM 行くんですけど、はいはいはい、あと1回 CM 入れないといけないんですが、はい、1回 CM 入れるのはどうしようかな。じゃあアーメンって、あの最後ほらメッセージの最後に祈ってもらって、アーメンって祈ってもらいますから、はい、そのアーメンの後、はい、あの CM で行って、でエンディングに、はい、で CM が終わったら、あの合図してもらったら、はい、あの昨日皆様ありがとうございました、今度私が喋って、あ、で南無先生ありがとうございました、最後に南無先生教会の案内をしてもらって終わり、はいはい、56分ですよね。56分です、うん、なので時間で言うとこれだから CM 終わっていつから始まります？後半 CM は、うん、一旦どうしようかな、フェードアウトして一旦 CM 行っても大丈夫ですか？あ、いやいいですよ、いいですよ、最後まで大丈夫戻しますか、うんうん、そしたら、うん、CM が1分なので、うんうん、大体今が41分だから CM43分ぐらい、44分45分ぐらいから、うんうん、まあ番組が始まります。あ、じゃあ10分ぐらいしかないね。あ、じゃあちょっとフェードアウトしてもらって、はい、ちょっともう CM 言ってもらっていいですか？ちょっとメッセージ短くなっちゃうから。で、はい、そしたら CM 明けが43分になります、うん、43分からですね、はい、で43分なので最後の、まあ、1分あればいいから56でしょ、53分ぐらいまでに南無先生お話もあのお祈りも最後のも CM も1分ですか？最後の CM も1分です。これ56でしょ、55、53から54が CM なので 53, じゃ53分にアーメンができるように、ちょっと少々連打しても大丈夫です。じゃ先生のアーメンを聞いて私が CM 入れて、うん、でエンディング曲かけて入りましょうか。そうですね、そうですね、あのフェードインしていただいて、はい、ちょっと終わる、はい、では間もなく始まります、はい、はい、皆さん、ハイサイ教会デービルの時間です。今日はですね、新垣さんのピンチヒッターをクリューが、務めさせていただいておりますが、今日はグレースアジアインターナショナルチャーチの仲間直美牧師に来ていただいてまして、前半は本当にこの波乱万丈というかすごくでも極彩色の、とっても魅力的な直美先生の横顔を少しご紹介できたかなと思います。今からはですね、この番組をお聞きの皆様に向かって直美先生が本当に熱くメッセージを語ってくださいますので、どうか皆さん聞いてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、私たちの生活の中で何を信じているかっていうのは心の問題というのはすごく大きいんですね。なぜなら人は言葉でできていると言います。そして、私たちは例えばですね、このラジオを聴きの皆さんがイエス・キリスト聖書って言った時にキリスト教をイメージしますよね、キリスト教。でも聖書の中ではイエス・キリストは私が道であり真理であり命であるっていう言葉を語られています。で私たちはですね、今一番皆さんに伝えたいことは、聖書はイエス・キリストはキリスト教という宗教ではなくて、うん、生きる命だっていうことをお伝えしたいと思います。で生きる命っていうのは生かされてる全ての人がこの心臓が脈打ち血管が流れ、そして全ての細胞が活性化してますよね。それと同じです。イエス・キリストは私たちに命として関わってくださいますね。ある時にある一人の女性がですね、すごく大きな問題を抱えてきました。でこの2歳ぐらいの娘を連れてきたんですね。でその女性の問題はですね、その2歳の娘がですね、すごくこの赤ちゃん生まれた時からそうだったっていうんですけど、うん、夜中のある時間になるといつも泣き出すと、うん、もう決まったように毎日毎日同じ時間で泣き出すと、うん、でもこの子が話ができるようになり会話ができるようになったことか、ところから、うん、泣き出すっていうことから誰かと会話をしてると、うん、誰かと会話、うん、もういつも同じ時間ですね、うん、そしたらその子に聞いたら誰と話してるのって聞いたら、うん、この子はおじいと話してるって言うんですよ、うん、でその中でやっぱりこの子は小さい時から、うん、生まれた時から、うん、この親戚のみんなから、うん、
まあ、沖縄でいうサーダコ生まれしてるっていう、はいはいはい、もうこの子はユタになるよってみんなから言われてきたんですね、うん、でもそのお母さんにとってはそれがすごく大きな悩みだったんですよ、うんうん、自分は自分の子供をこのサーダコ生まれってユタにするために産んだんではないって、うんうん、この子の命が本当に祝福されてほしいんだって、うん、でもそのままだともうこの子の人生はすごく悲しいことだって言ったんですね、うんうん、でそれで彼女は聖書のことを聞いたわけですよ、うん、で聞いた時に確かに今の世界を見てみると聖書の通りだと思う、うん、通りになってると思うって、うんうん、ただまだ私個人が信じるというところまでいかないんですよって言ってたんですね、うん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 、じゃあ今あなたが信じることができなくても全然大丈夫ですよって、うん、ただあなたがどこででも車の中でも家でもどの状態にあっても、うん、あなたがもうどうにもならないっていう時にですね、うん、どうぞこのイエス・キリストの名前を呼んでみてください、うん、でそれで彼女帰っていったんですね、うんうん、そしたらその日やっぱりいつものようにその子は泣き出して、うん、でちょっと落ち着いたら話し始めたわけですよ、うん、でどうにか普通に取り戻そうと思ったんですけど、うん、その時にもう真っ黒い重たいものがまるで彼女が言うには重たい毛布っていうんですか、うんがうわーってのしかかった、うん、この彼女と娘にですね、うん、のしかかってきたのが分かったんですね、うん、でその時に怖いと思ったそうです、うん、もう本当にそのまま命がなくなるんじゃないかと思ったそうです、うんうんうん、その時に彼女は思い出して、うん、イエス様助けてくださいって言ったんですよ。もう祈りとかわからないですよ。彼女はまだ、うん、心に、イエス・キリストをまた迎えたわけではないから、うんうん、ただ助けてほしい、イエス様助けてくださいって言った時に、うん、この大きなこの黒い重たいのがパッとなくなったって言うんですよ。すごい。でその時に彼女はあ、神様はいる、イエス様はいるって、であまりにも否定できないものですから、うん、もう本当に自分が生きるならこの道しかないって彼女はその道を歩むようになったわけですね。でその後で、ね、やっぱり親族会議が始まったわけですよ、はい、もうこういう、うん、ムートゥヤでそれからユタの家系で、うん、そういう中で、うん、キリストを信じる者が出るっていうことは絶対許されることではないって、これはちゃんとみんなで話し合わないといけないって、うん、どっちかに決めてほしいって、キリスト教をやめるか、うん、キリストを信じることをやめるか、うん、この家から出ていくか、うん、で出ていく場合はこの子を連れて行ってはいけないんだっていう条件だったんですよ、でそれで彼女はもうとっても苦しんで、うん、この子を手放さないといけないのか、この子がどんな辛い思いするだろうかって、うん、でもその時にも祈ってですね、うん、神様助けてくださいって、うん、そしたら一切のことを思い煩うなって、うん、心配するな、はい、ありますね、その言葉を彼女の中に強く届きまして、うん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 、分かりました、もうどういう状況でも神様あなたに任せますって、うん、でその親族の集まりに行ったわけですよ、うん、集まりに行きましたらなんとその親族の中にユタのおばあちゃんがいるんですね、うん、はい、ユタのおばあちゃんから言いました、うんうん、皆さん彼女に何も言っていけないよって、なぜなら彼女の中に大きい神が見えるって、うん、だからこれに物を言うなら私たちが大変なことになるから何も言わないでって、うん、でその時から正々堂々と彼女は親族の中で信仰を持つことをみんなから認められたわけですよ。で今では彼女も彼女の家族も救われました。だからもう本当にそれを見た時に、あ、イエス・キリストはキリスト教という宗教ではなくて命そのものなんだってね。ですからぜひラジオを聞いている皆さんもですね、今もう自分にはどうしようもできない、うん、持ちきれない、またどうしていいかわからないような状況の中でですね、うん、あなたはまだキリスト教じゃないかもしれません、うん、クリスチャンじゃないで、うん、クリスチャンでもないかもしれません、うん、でもこのイエス・キリストの名前を呼んでみてください、うん、天において地において、うん、一切の権威が与えられて救われるべきなだと言います。ですからそのことをですね、ぜひ皆さんもそのことを受け止めてほしいです。もう自分ではもうこれで終わりだ、もう何もできないと思っている時にですね、救いはイエス・キリストから来ます。どうぞイエス・キリストの名前を呼んでですね、神様助けてください、私を救ってくださいと祈ってください。必ずあなたの道が、新しい道が開けます。アメン。このことをですね、心から皆さんにお伝えします。ありがとうございます。では、ですね、この聞いている方のために、先生お祈りをお願いします。はい、はい、一言お祈りしたいと思います。愛する天の神様、心から
イエス・キリストの名前をお祈りいたします。今私たちはこの世界、苦しみと困難と難しさがある世界の中に全ての人が生かされています。どうぞ全ての状況の中で生ける神イエス・キリストが現れてくださいますように、一人一人が神様助けてくださいとあなたの名を呼ぶときに、どうぞ新しい道を開いてください。命の道を開いてください。真理の道を開いてください。天の父につながる道を開いてください。どうぞ一人一人の上に永遠の救いと永遠の、この命が開かれることを心からお祈りいたします。心から感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。番組始まったら曲から始めて、うん、曲からエンディングから始めてもらって、はい、はい、で、あの、はい、フェードアウトして、はい、そのまま BGM にそうですねしましょうか、はい、で、はい、お話お願いします、はいはい、私のクリスチャンの時に金縛りに会ってたんですよ。前に言いましたっけ、高校時代ずっと結婚して子供が生まれるまで、それで生まれる時にクリスチャンの話を聞いてたけど、クリスチャンに会ったら、うん、話の時にイエスキリスト、イエスキリストってイエスキリストの名前だけ言ったら、金縛りが来なくなって、で、1、2回でその来そうな、怖いのが来そうな、一旦曲からかけます。はい、あ、ちょっとじゃあマイク上げます。しばらくね、皆さん、ハイサイ教会デービル、聞いていただきましていかがでしたでしょうか。今日は、うるま市の、グレイスアジアインターナショナルチャーチの仲間直美先生に来ていただきました。もうすごく嬉しい、もう本当に福音、もうグッドニュース、たくさんのグッドニュースを、先生の口から神様が語ってくださいました。ありがとうございます。ですね、ちょっとこの教会にやっぱり行ってみたいなと思われた方もいらっしゃると思いますので、ここで、私で皆さんさようならにしようと思ったんですけれども、直美先生の方に教会のもう一度連絡先とかご案内、そしてこんな取り組みがありますよということを、時間終わりまで、語っていただけたらと思います。私たちの教会はうるま市あげなにありまして、特に何て言うんですかね、人と人の関係っていうんですか、それがすごく重要になってます。それは、やっぱり先ほど言いましたように、聖書はキリスト教ではなくて生きる命、うん、ということは、この関係の中から生まれてくるっていうんですか、でこの関係の中に信じるものが一つとして合わされるときに神様の新しい祝福が生み出てくるんですね、うんうんうん、ですからそのことをですね一緒に味わえたらと思います。どうぞすごくうるま市は遠く感じるんですけど、うん、どうぞ足を運んでくださって、また皆さん来てくださいますように。アゲナ、うるま市アゲナの旧アゲナバス停のすぐ真ん前にあります。電話番号とかありますか。何か電話番号ですよ。覚えて、ちょっと待ってくださいよ。今出しますから。今お届けしている曲は、今日オープニングと挿入歌の方にも使わせてもらいました長澤貴文さんの、ウィズスペシャルバンドの命から、お送りしました。エンディングは主の癒し受け取ろうという曲です。とってもいい曲ばっかりなので皆さんお買い求めください。今日にゃおこさん、今日もありがとうございました。来ていただきまして、ツイキャスでのご参加励まされました。ありがとうございます。先生、電話番号分かりましたか。はい、はい、開けましたので、はい、ですね、電話番号が 098-923-1787 です。はい、どうぞ電話してみてください。はい、では、これでこの辺で失礼します。God bless you. God bless you.
お疲れ様でした。もう感動した、もう感動した。もうなんかうるうるね、声が変になったらどうしよう。クリスチャンだけの問題じゃないんだよね。